撃だ、ソルジャーだ。クソ、食い止めろ。アクティベイティングコンバットモード、決まった、コンフリクトリゾルブ。おっしゃ、潜入できたか。楽勝、簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな、ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ、任せろ。コンフリクトリゾルブ。おっしゃ、いたぞ、あそこだ。アクティベイティングコンバットモード、決まった、コンフリクトリゾルブ。おっしゃ、コンバットモード、決まった、コンフリクトリゾルブ。おっしゃ、撃て撃て。アクティベイティングコンバットモード、おしまい、コンフリクトリゾルブ。おっしゃー、アクティベイティングコンバットモード、はっ、おしまい、じゃあな。コンフリクトリゾルブ、決まった、おっしゃー。Combat mode. Conflict resolved. Osha! Ita do, atoko da. Activating combat mode. Oshimai! Conflict resolved. Kimatta. Osha!Conflict resolved. Osha! Activating combat mode. Conflict resolved. Osha! こちらラザードだ。砦のあちこちに敵が潜んでいるようだな。難攻不落の評判は伊達じゃない。ああ、今もさ、回転する壁を調べていたら襲われちゃったよ。他の壁も同じかもしれない。くれぐれも注意したまえ。ソルジャー発見、高台の下にいるぞ。そこか。第38タンブリン小隊突撃。Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃ。新情報だ。砦内部の2つの高台にも敵兵が潜んでいる。そうか。君たちの位置を知られると厄介だ。残りの高台も頼む。
何としてもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。兵長、突入してきます。ヒルムラ、こっちも突撃だ。貴様ら。アクティベイティングコンバットモード、コンフリクトリゾルブ。おっしゃー。うっ、絶対に栄光あれ。Activating combat mode. Conflict resolved. Osha! それじゃ我々が相手だ。おや、ここにいたはずだが。逃げ足の速いやつめ。卑怯な。アクティベイティングコンバットモード、あれ、コンフリクトリゾルブ。おっしゃー。たった一人のソルジャーにここまでやられるとは。指をくわえて眺めているわけにはいかん。て、待て。よくも私の部下たちを。貴様、生かしては返さんぞ。我々兵長クラスが3人ならば何とかなるはず。ここで仕留めましょう。ウータイの底力見せてやる。Activating combat mode. しまった。Conflict resolved. おっしゃCombat mode. Conflict resolved. Osha!あそこが砦の中央部。アクティベイティングコンバットモード、はっ、コンフリクトリゾルブ。おしまい。アクティベイティングコンバットモード、コンフリクトリゾルブ。おっしゃー。なんだこれ。それは我らウータイの守り神、水神リヴァイアさんだ。
我々はウータイ特殊部隊炎月林、水神を祭りウータイの敵を撃つ者、神羅のソルジャーよ。聞こう、この信仰の目的は相も変わらず魔航路か。ああ、魔航路があればたくさんの人が豊かに暮らせる。もちろんあんたたちも。お前の言う豊かな暮らしと引き換えに、我々は生まれ育った故郷を失うことになる。その痛みや悲しみがなぜわからない。重ねて聞きたい、貴様はなぜその優れた能力をこのような非道に使うのだ。魔光エネルギーで幸せになることが間違いなのか。それを広めるのは非道なのか。戦う者同士であれば分かり合える、そう期待したが無駄のようだ。ならば我々らしく決着をつけるまで。さあ行くぞ。アクティベイティングコンバットモード。はい、コンフリクトリゾルブ。おっしゃ。なぜ殺さない。さあ、なんとなく。我らは命ある限り神羅を憎み続けるぞ。さあ殺せ。もういいって。人より修行は苦手。二つふるさとウータイ守るため、三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。ウータイ最強の戦士、こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。まいったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、まいったか。シュシュシュ。うおー、いってー、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ仕事仕事。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ、急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括見てるか。急げ俺。はっ、急いでるんだって。あ
ずった。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それより、その件欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス。はっ。タンブリン砦攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、君は恐ろしい男だ。たった一人で敵部隊を全滅させてしまったんだからね。確かに俺も驚いた。目覚ましい成長だ。ウータイ戦争における君の活躍は後世に語り継がれるだろう。英雄になるという君の夢、もう叶えてしまったね。ラザード統括、それは言い過ぎだ。ザックスにはまだまだ活躍してもらわなければ。それもそうだな。ザックス、これからも期待しているよ。さあ急ごう、セフィロスが待っている。セフィロス、あの英雄の。すげえ、英雄に会えるのか。アクティベイティングコンバットモード。おしまい。コンフリクトリゾルブ。おっしゃー、ザックス、来い。ザックス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。分かってるって。アンジール、アンジール、これってウータイ兵じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。アクティベイティングコンバットモード。
すげえ。ジェネシス脱走したソルジャークラスファースト同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー？人間のコピー？アンジールはどこだ？ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。